改正に関する東海ブロック説明会を開始させていただきます。本日は説明会にご参加いただきましてありがとうございます。本年7月1日付の施行予定である特定農産加工業経営改善措置禁止措置法の一部改正について、新たに追加される金融、税制面などの支援措置を関係者の皆様にご説明させていただきます。本日進行を務めます農林水産省新事業食品産業部食品製造課の石田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに開催にあたりまして、農林水産省大臣官房新事業食品産業部食品製造課長の渡辺よりご挨拶させていただきます。はい、皆様おはようございます。大変皆様お忙しい中ですね、お時間を取っていただきまして本当にありがとうございます。ただいまご紹介いただきました農林水産省食品製造課長の渡辺でございます。開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げたいと思います。今日の説明会でございますけれども、先ほど話がありました通り、特定農産加工法の改正の内容と、それと、令和5年度補正予算の、事業の内容ということでございます。で、背景としましては、近年ですね、食品産製造業をめぐりましては、原材料の調達の安定化ということが非常に大きな課題になっているところでございます。で、とりわけ中国の経済成長ということもありますし、また気候変動問題、そしてロシアによるウクライナ侵攻等々で、我が国がですね、輸入をしている食品原材料の価格が高騰高止まりしているという状況がございました。で、我々としてはですね、令和4年度の予備費からですね、こうした高騰している輸入原材料からですね、国産原材料に切り替える取り組み、食品製造事業者等の皆様方がですね、こうした国産切り替えの取り組みを行われる取り組みをですね、予算でご支援をしてきたという経緯がございます。こうしたことに加えまして、本年はですね、今国会に特定農産加工法の一部改正方法案も提出をしたということでございます。これはですね、特に小麦、大豆に着目をいたしまして、これらの価格が上昇高止まりしているということで、事業者の方々のですね、経営環境が非常に厳しさを増しているということがございました。そうしたことに対応するためにですね、例えば国産原材料の利用促進を含めた調達安定化の取り組みを、金融税制もって、ご支援するという内容を新たに追加をしてまあ、改正法案を提出させていただいたということでございます。今国会でですね、ご審議いただいて可決成立いただいたというところでございますが、今申し上げた通り、そもそも予算でもってですね、緊急対策のような形でご支援をしてきたことに加えて、今回金融税制面でも支援が拡充されたということで、さまざまな政策ツールが充実をしてきているという状況でございます。本日ですね、その内容について、法律の概要、内容、そして、引き続き措置をいただいた令和5年度補正予算の内容、これらについてですね、ご説明をさせていただきたいと考えています。我々としてもですね、今回を含めてさまざまな場で内容の周知に努めてまいりたいと思います。で、事業者の皆様におかれましては、さまざまな面活用いただける内容だと我々も考えてございますので、積極的なご活用をお願いをしたいと思います。ということで、本日はですね、よろしくお願いいたします。それでは議題に入らせていただきます。議題1の特定農産加工業経営改善禁止措置法の一部改正について、食品製造課の後藤より説明させていただきます。おはようございます。今ご紹介いただきました、私、農林水産省大臣官房新事業食品産業部食品製造課の後藤と申します。本日は現地出席、またウェブ会議に行ってお忙しいところ、説明会にご参加いただきありがとうございます。私の方からはですね、特定農産加工業経営改善認定措置法の一部改正にと改正についてということで、資料に沿ってこの法律についてご説明させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まず、資料の1ページ目になります。こちらでですね、この法案の、今回の改正の概要について簡単にご説明させていただきます。1ページ目でございます。
こちらの法律でございますが、名前の通りですね、認知措置法でございまして、有効期限を5年ごとに区切っている法律でございます。改正前はですね、令和6年6月30日ということで、もう間もなくの期限だったのですが、今回また5年間延長いたしまして、令和11年6月30日までの期限となっております。一つので丸3番でございますが、延長に伴いまして、現行の法律の中身についてはですね、引き続き措置させていただくということとしております。で、丸2番でございます。こちらが今回のメインテーマとなるかと思いますが、原材料の調達安定化に関する支援措置の追加についてということで、農産直行業者によりですね、原材料、小麦ですとか大豆、そういったものの、その調達安定化にかかる取り組みを支援する新たな制度を創設ということで、こちら中身については、後ほどご説明させていただきますが、新たに支援措置を追加したということでございます。下の括弧書きございますが、こちらの法律についてですね、改正が、4月5日に成立いたしまして、4月12日に交付。で、丸1番、現行についてはですね、交付の日から、施行されておりまして、丸2番ですね、追加部分につきましては、7月1日の施行を予定しておりまして、今、最終調整を行っているところでございます。それでは2ページ目になります。こちらでは法律の延長についてということで、簡単にその現行について説明させていただきます。そもそもこの法律についてですが、昭和63年の牛肉柑橘協議であったりとかですね、農産物12品目協議とかあったりと、農産加工品の関税引き下げによってですね、安価な輸入農産加工品が国内に入ってくるということで、その国内の事業者さんがですね、価格競争といった厳しい状況に置かれるという、そういった状況に対処するために、平成元年、1989年に制定された法律でございます。で、こちらについては、この法律についてはですね、金融、税制上の支援を措置しているということでございますが、関税引き下げについてなんですけど、こちらのその一気にですね、関税がどんどん下がるわけではなくて、段階的に10年、例えば10年とかですね、段階的に引き下げがあると。またですね、直近もその日 EU EPL ですとか CPTPP といったですね、そういった国際協定もございますので、未だに影響が出ているということで、今回で合計7回目の延長となりますが、改正をずっと延長していたところでございます。それでは支援の仕組みにというところをご覧いただければ、こちらでちょっとスキームについて ご説明させていただきます。この法律についてなんですけど、農産加工品の輸入にかかる事業の著しい変化の影響を受けている業種、過去14業種とございますが、こちらの1、柑橘果汁製造業から14番の菓子製造業までこう列記されておりますが、こちらはですね、当初で、輸入にかかる事業の著しい変化に影響を受けているということで指定させていただいておりまして、こちらの14業種が対象となります。こちらの14業種の方がですね、経営改善措置に関する計画ということで、商品の品質向上だったり、コスト削減のためにですね、設備投資ですね、こういったものを行っていただきまして、売上高もしくはその経営、経常利益といったものを向上させていただくと、そういったその取り組みを計画内に記載いただきまして、その計画をですね、都道府県に出していただきまして、都道府県知事の承認されましたら、支援措置、金融税制上ということで、まず金融ですと日本政策金融公庫から長期低利融資が受けられます。また税制上でしたら事業税の課税標準の特例ということで、こちら税制の特例が受けられます。で、右手に関連農産加工業者とありますが、こちらはですね、その左の14業種ですね、特定農産加工業種14業種と関連性が高い業種ということで、こちらも当初で指定させていただいておりますが、イメージとしてはその左側の14業種が1次加工に対して、右側12業種が2次加工といった、そういったイメージを持っていただければと思いますが、こちらについても、その14業種特定農産加工業者との関連性が高いということで支援をさせていただいております。こちらについてなんです、このこちらについてなんですが、一つ要は左のですね、14業種、特定農産加工業種14業種と事業提携を行っていただく必要があります。事業提携、例えばですね、共同で研究開発を行っていただくとか、そういった事業提携を行って、そういった取り組みを計画内に作成いただきまして、こちらも同様に都道府県知事の承認されましたら、こちらはですね、金融上のみの措置となりますが、日本政策金融公庫による長期低利融資が受けられるということになっております。
ちょっとページ飛ぶんですが、16ページにもですね、まあ、現行の措置についてということで、まあ、詳しく記載させていただいております。また17ページにはですね、お問い合わせ先ということで、こちら都道府県知事の承認ということで、各都道府県の、お問い合わせ先も記載してございますので、まあ、こちらご確認いただければなと思います。ではすいません、戻りまして、3ページ目でございます。こちらが今回の大きなメインテーマでございますが、原材料の評価の低下に関する新型コロナの追加ということで、昨今は新型コロナですとか、ウクライナ情勢、こういった、まあ、国際情勢の変化によってですね、輸入の小麦やったり大豆というものがの価格水準が上昇、高止まりしていると、まあ、こういった状況を踏まえまして、まあ、国産利用の促進等などといったですね、原材料の調達安定化のための取り組みに対する支援措置を今回新たに設けさせていただきました。下の支援対象でございますが、小麦、大豆またはこれらの一次加工品、なので小麦粉と、小麦でしたら小麦粉、大豆でしたら2万ですとか、まあ、そういったものを主要な原材料として使用する農産工業者が支援対象となります。この米印で主要な原材料とございますが、こちらについてはですね、小麦、大豆、またはそれらの一次加工品について、まあ、おおむね5割を占めていただくということで、右側に例としてですね、記載させていただいておりますが、麺、菓子、パン、小麦粉業者でありますとか、豆腐、納豆、味噌、醤油、そういった事業者を想定しております。こちらですね、先ほど原稿でご説明させていただきましたが、原稿については14業種ということで、業種を指定しておりましたが、今回については、今回の新措置についてはですね、まあ、マーケットを広げるといいますか、まあ、業種は指定せずに、こういったおおむね5割を占めて、まあ使用している農産加工業者であれば、支援の対象と、することとしております。続いて、その下の支援の流れでございますが、流れは現行とほぼ同じ流れとなっておりまして、小麦大豆主要な原材料として使用する加工業者が、調達安定化計画を作成ということで、この計画の中身についてですね、まあ、後ほど個別に詳細はご説明させていただきますが、右側に調達安定化措置の例とございます。生産地と変更、原材料の生産地の変更、例えばその、外国産のですね、小麦大豆を使っている事業者がその国産に切り替える、そういった、中身ですとか、まあ、代替原材料にしようということで、小麦粉を使っていたそのパン製造業者がですね、米粉のパンを製造すると、まあ、そういった、ものが中身となっております。こちらの計画を作成いただいて、で農林水産大臣に提出、現行については都道府県の提出だったのですが、今回の新措置については、農林水産大臣の承認が必要となって、なります。ですので、まあ、農林水産大臣に提出いただいて、こちらも同様に計画の承認を受けていただきましたら、現行措置と同様の支援内容ですね、長期で日本政策金融公庫からの長期低利融資、また事業所での課税の特例が受けられるという形になっております。一応右下に計画の承認基準ということで、まあ、こちらも、後ほどご説明させていただきますが、農林水産大臣が承認するにあたってですね、有効性と適切性ということで、まあ、調達が、まあ、困難となっている小麦大豆ですね、こういったものが、調達安定化を図れる上で有効なものとなっているか、またその生産地のとの関係性においてその方法が適切なものとなっているか、まあ、そういったものをその承認基準、まあ、承認する際にですね、基準として設けてございます。続いて4ページ目になります。金融税制上の支援と申しておりましたが、金融税制上の中身についてもですね、簡単にご説明させていただきます。まず、日本政策金融公庫からの長期低利融資でございます。左側に貸付条件とございますが、貸付利率ですね、今、令和6年5月20日時点 の、 貸付利率を記載させていただいておりますが、こちらですね、毎月1回改定されるものでございまして、6月分についてももう間もなくですね、おそらく改定されると思いますので、最新の貸付利率については、日本政策金融公庫のですね、ホームページをご確認いただければと思います。で、償還期限は10年と25年以内。融資限度額は負担する額の 80% ということで、貸付条件は現行措置である経営改善措置、または追加の調達案というか措置、どちらも一緒でございます。で、想定事例ということで、一つ例を挙げさせて、こちらに載せさせていただいておりますが、
例えば1期2000万円の保管庫を導入する場合はですね、融資限度額が負担する額の 80% ということで、2000万円を 80% かけて、要は1600万円、こちらが融資可能額となっております。続いて5ページ目になります。こちらでは税制についてご説明させていただきます。こちらの法律ではですね、税制、特例ということで、先ほどもご説明させていただきましたが、事業所得の、課税標準を控除という特例を設けてございます。特例の概要のですね、下に、参考ということで、簡単に事業所得の概要を記載しておさせていただいておりますが、まずそもそも事業所得というのはですね、その課税団体、ちょっと文字が小さくて恐縮でございますが、政令指定都市を中心にですね、77都市、に、その事業者がある、事業所があるですね、事業者に対して課される、税が課されるものでございまして、東海ブロックで言いますと、名古屋市でありましたり、真ん中に下寄りになりますが、岐阜市であったり、豊橋市、岡崎市、宇都宮市、春日井市、豊田市、四日市市、こういった市にですね、事業所がある事業者様の皆様におかれましては、この事業者税が課せられるということでございます。で、事業者で資産割と従業者割とございますが、こちらの法律では資産割についてですね、本来課税されるところの4分の1を控除するという、中身になってございます。右側想定事例として書かせていただいておりますが、例えば納豆製造業者が脱処理整備を新たに導入するといった場合はですね、その納豆製造ライン全体の床面積が課税標準で、すいません、控除対象となりますので、例えば、3000平米の、納豆事業者さんの場合ですね、本来なら180万円の、この資産割の、かかるところでございますが、4分の1控除、要は45万円ですね、控除できるということで、135万円になると、こういった、仕組みになってございます。以上で金融税制度の支援について説明させていただきました。続いて6ページ目になります。追加措置の際にですね、ご説明させていただきましたが、今回その支援対象というのは、繰り返しになりますが、小麦大豆、またはこれらの一次加工品を主要な原材料として使用する農産加工業者ということでですね、一例として、いろいろ事業者さんか、あの事業の名前を書かせていただいてございますが、米印1番でございます。なので申し上げてます通り、おおむね5割、小麦大豆をですね、使用するおおむね5割ということで、こちら記載ればですね、おおむね5割を想定して記載させていただいてございますので、支援対象となるにはですね、おおむね5割を占めている必要がありますと。またですね、こちらの、6ページに記載のない、事業者さんでおきましても、小麦大豆をおおむね5割使っている、そういった事業者さんであれば支援の対象となりますので、そういった内容を米印1番で書かせていただいております。米印2番でございます。原材料に占める割合の算定にあたっては、小麦大豆およびこれらの一次加工品を合算することができますということでございますが、ちょっと簡単に醤油製造業についてですね、例に挙げてご説明させていただきますと、醤油ですので、大豆と小麦どちらも、原材料として使っているといった場合にですね、例えば大豆を4割、小麦を3割といった場合、先ほども申し上げましたとおり、そのおおむね5割には達してございませんが、こういった場合にですね、要は小麦と、大豆と小麦を合算することができる。なので、4割と3割で、トータル7割としてですね、こちら考えることができるということで、支援の対象になるということでございます。また、使用量が当該製品において最大量でない指定の産物の調達案という措置についても支援の対象になりますと書かせていただいておりますが、これですね、先ほどのその大豆4割、小麦3割使っている醤油製造業者の場合ですね、その量が多い大豆じゃないと、この支援措置を受けられないかといいますと、そうではなくてですね、小麦についてのその調達安定化措置、そういった取り組みについても支援の対象になりますよということを、その米印で書かせていただいております。続いて7ページでございます。こちら、7ページからはですね、原材料の調達安定化措置の中身について、それぞれ事例とともに、説明させていただきます。
まず原材料の生産地の変更ということで、先ほども申しましたが、小麦、大豆の生産地の変更、例えばその外国産の小麦、大豆を国産に変更すると、そういった、取り組みになります。事例で2つ書かせていただいておりますが、納豆製造業者が国産大豆から、あ、すみません、外国産大豆から国産大豆に切り替える際に、下処理設備を新たに導入。例えばこの下処理設備の導入に対してですね、支援をすることができますし、右側でございますが、外国産から国産に、切り替えるそのパン製造業者がですね、新たに新商品を製造するといった場合にも支援の対象となります。続いて8ページでございます。こちらでは代替原材料の使用ということで、代表的な例としてはですね、やはりそのパン製造業者が小麦粉から米粉を使ったパンを製造する、こういった取り組みになります。想定事例でございますが、例えば小麦粉製造事業者が従来その、小麦粉、外国産の小麦を使ってですね、製麦機で製麦して小麦粉を作っている、そういった、製粉事業者さんが米粉を、製粉するということで、新たにその精米機を導入する、そういった取り組みですとか、こちら右側は先ほどとちょっと似た話になるんですけど、外国産小麦を使用してパンを作っていた方が国産米粉を使用すると、そういった取り組みに対しての支援でございます。続いて、9ページになります。こちらはですね、原材料の効率的な使用ということで、簡単に言えばロスの改善とか、不止まりの改善、そういった取り組みになります。で、事例でもですね、ロスの改善のために生産ラインを完全機械化ですとか、大豆をその圧搾する工程において、最新設備を導入して、圧搾率の向上を、図ると、そういった取り組みに対しての支援でございます。続きまして、10ページ目でございます。こちらでは原材料の保管ということで、従来その保管している小麦、大豆、または一時、これらの一次加工品ですね。これの保管量を、増やしていただく。そういった取り組みを想定しておりまして、保管庫の追加ですね。サイロの追加だったり、倉庫の追加。こういった取り組みを、想定しております。また追加でなくてもですね、倉庫の拡張。こういった取り組みもですね、支援の対象となりますので、支援の対象となります。続いて11ページでございます。こちらではですね、計画の承認基準ということで、簡単にご説明させていただきます。先ほども申し上げました通り、計画の承認にあたっては有効性と適切性、こちらを見ることとしておりまして、まず有効性でございますが、今回その調達の安定化ということで、調達が困難となっている小麦、大豆とのその調達の安定化を図る上で有効なものとなっているか。で、2ポイント目でございますが、ちょっとこちらでは定量的な基準として設けさせていただいておりますが、まず原材料生産地の変更ですとか、代替原材料の使用といった場合はその5%以上、生産、この承認基準でございます。生産地が変更されることとなる指定農産物および新たに使用されることとなる代替原材料の使用割合の目標を5%以上としておりますが、これはですね、調達安定化措置によってですね、その従来その現使っていた、例えば、外国産の、1製品あたりですね、使っておりました外国産の小麦を取り組みで、その国産に生産地を変更するでありますとか、小麦粉、代替原材料も使用する際にはですね、従来使っていた量の、少なくとも5%以上は、そういった取り組みをしてくださいねという内容でございます。で、丸2番でございますが、原材料の効率的な使用。こちらはですね、先ほども申しました通り、ロスリストとかの話で、取り組みによって、1%以上改善される、そういった取り組みを行っていただく必要がございます。で、丸3番、原材料の保管でございますが、こちらは5%以上ということで、従来よりも5%以上、容量を増やしていただくと。そういった必要がございます。で、括弧2番、適切性でございますが、こちらは、書いてあります通り、例えばですね、その国内生産地との長期取引契約の終結ですとか、
まあ、農産物の季節性を踏まえた複数生産地の取引契約の終結など書いてございますが、まあ、生産地との関係性において、その調達方法が適切なものとなっているか、こういったところを、承認基準として設けさせていただいておりますので、こういったところを承認する際にはですね、見ることとしております。で、12ページ以降で参考として付けさせていただいておりますが、こちらで、まあ、申請書、まあ、今、最終段調整中ではございますが、おそらくまあこのような申請書になると思います。こういった申請書の例でございましたりとか、先ほどのパーセント以上とか申しましたが、そういった計算式、そういったものを記載してございますので、こちらもまたご確認いただければと思います。で、最後になりますが、15ページになります。今回のその追加措置についてでございますが、先ほどお伝えしました通り、まあ、金融税制上の措置ということでですね、まあ、融資を、この制度、あ、すみません、融資を受けられる際ですとか、そういった場合にはですね、お近くの、まず日本政策金融公庫さんの方にですね、お問い合わせいただければと思いますし、まあ、制度全般について何かございましたら、私ども食品製造課の方にご連絡いただければと思います。私の方からはですね、以上で説明は終了させていただきます。ありがとうございました。